40度北緯40度線北緯40度線は地球の赤道面より北にチリー度にして40度の角度をなす位線。ヨーロッパ、地中海、アジア、太平洋、北、アメリカ、大西洋を通過する。この井戸の下では下手展示の過小時間は15時間1分で当時展示枠時間20分である。本所四5線から東に向かって北緯40度線は以下の場所を通っている。 カンザス州とネブラスカ州の境界宗教にある測量表北緯40度線はカンザス州とネブラスカ州との境界となっている。1854年5月30日にカンザスネブラスカ法によってカンザス巡州とネブラスカ巡州が北緯40度線で分けられ作られた。北緯40度線はイギリスのメリーランド植民地の最初の北の境界であった。また、 北緯三十九度線以北の土地は、ペンシルベニア植民地に与えられた。七百六十三年から七百六十七年の間に、重なり合う両者の主張の妥協案として、メイソン・ディクソン線が引かれた。西から東に向かって、北緯四十度線は、カリフォルニア州、ネバダ州、ユタ州、コロラド州、ネブラスカ州、カンザス州、ミズーリ州、イリノイ州、インディアナ州、 オハイオ州、ウェストバージニア州、ペンシルベニア州、ニュージャージー州を通っている。北緯40度線は、ペンシルベニア州フィラデルフィア、オハイオ州コロンバス、コロラド州ブライトン、コロラド州ソーントン、コロラド州ノースグレン、コロラド州ブルームフィールド、コロラド州ボールダーを通っている。オハイオ州、コロンバスにおいては、 北緯40度線がジョングレンコロンバス国際空港の敷地内およびオハイオ州立大学のキャンパス内を通っている。また、コロラド州ボールダーのベースラインロードは北緯40度線に沿っている。秋田県を合詞入道崎にある北緯40度のモーニュメント、岩手県府大村にある北緯40度シンボル等。ありがとうございます。